カシー駅は、福岡県福岡市東区カシー駅前一丁目にある、九州旅客鉄道の駅である。駅番号は、鹿児島本線が JA04、カシー線が j d 0 6 JR 線における、福岡市東区の中心となる駅で、普通、快速列車の他に一部の特急列車が停車している。鹿児島本線とカシー線の二路線が乗り入れており、 このうち鹿児島本線を当駅の所属線としている。このほか日本貨物鉄道の第一種鉄道事業区間である、鹿児島本線貨物支線の陶器場の起点でもあるが、実際に分岐するのは、千早創車場である。当駅に停車する特急列車は、基本的に停車駅の多いタイプのソニックのみであるが、 小倉駅方面への8時台までの列車と、博多駅行きの20時台以降の列車はすべて停車する。逆に、小倉駅方面への18時台以降の列車と、博多駅行きの8時台までの列車はすべて通過となる。なお、鹿児島本線内で完結する特急、ひらめきは、近隣の赤間駅に全列車停車することもあり、当駅には夜間の博多駅行き3本しか停車しない。 1993年のカシー駅舎1番ホーム4.5番ホーム初代の駅舎は小賀駅の駅舎として移築され、その後八大駅駅舎を移築した駅舎が用いられた。1996年3月に4階建ての駅舎となり、その際にフレスタカシーが入居した。その後、2014年10月14日に JR 九州の中小型駅ビルの名称変更に、 ともない、駅町一丁目かしいとなった。相対式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、計3面5線のホームを有する地上駅。ホーム間は、5線橋で結ばれ、すべてのホームにエレベーターエースカレーターが設置されている。上り線小倉方面行きのみ通過線が整備され、当駅を通過する列車はここを通る。また停車する上り小倉方面行き列車は、 停車直前と発車後にポイントを通過することから速度制限がかかる。改札口は全部で3カ所あり、1番乗り場に直接つながるものと、古泉橋から駅町1丁目につながる駅町1丁目2階改札口、そして古泉橋の反対側にある九州高校口からなっている。また、1番乗り場につながる改札口の脇に緑の窓口が設置されている。 JR の特定特使内制度における福岡市内の駅である。自動改札機が設置されている。2019年度の1日平均乗車人員は12,799人であり、JR 九州の駅としては第10位である。駅前の様子福岡市東の福都心と位置づけられ、駅周辺は小さな繁華街になっている。駅前広場完成に伴い、 2019年3月16日より、下原市発議の路線バスが乗り入れを開始された。開業時の地名が由来。菓子は日本古代からの歴史ある地名である。ありがとうございます。